はい、どうもこんにちは、もともと TV のもとデイです。ということで今回はですね、こちら野原工芸のシャーペンをお手入れしていこうということで、この前ですね開封動画も出したんですけど、こちらね、野原工芸のシャーペン木曽ヒノキとベニシタンを2本購入したんですけど、あのリクエストでね結構お手入れ動画を出してほしいですっていうのがあったんでね、今回動画でお手入れしていこうかなと思います。実はですね、僕基軸シャーペンこういうのねお手入れしたことがなくて、この S20 とかね結構ツヤ出てると思うんですけど、一回もお手入れとかせずにね、このクロスで磨いたりとかしてなくて、もう本当になんか手汗だけでツヤが出てきたって感じなんですけど、まあせっかくねリクエストももらって、でこの野原工芸買った時にねこういうお手入れ用のオイルもついてきてるんで、まあ今回はね定期的に、まあ野原工芸のシャーペンはね定期的に、まあ月1か2ヶ月に1回ぐらいのペースでね定期的にお手入れしていこうかなって思います。ということで僕お手入れね初めてやっていくんで、間違ってるところとか、あのもっとこうした方がいいですよみたいなとこあったらね、ぜひどんどんねコメント欄で指摘してください。でこの前のね筆箱紹介でも言ったんですけども、口金部分を固定式の口金に変えたところ、あの書き味がね一段と上がったというか、めちゃめちゃねブレがなくなって本当に書きやすくなりました。野原工芸のシャーペン持っててね、この固定式の口金試したことないっていう方はねぜひ試してほしいですね。ペン先をね固定式に変えるだけでね書き味が全然違います。それともう一つね、視聴者さんからよく言われるのが、野原工芸と、まあ、僕の大好きなこのカベコペンシルスペシャル、どっちがいいのってね、このよく質問くるんですけど、これねなかなかこう決めづらいところというか、もうどちらもめちゃめちゃ書き味いいんですよね。有村架純も可愛いけど広瀬すずも可愛いやんみたいな。で本当にねどっちもいい書き味があるんですけど、強いて言うなら僕はカベコペンシルスペシャルなんですよ。愛着もあるっていうのもあるんですけど、書き味はね本当にどっちも素晴らしいんですけど、一つだけねここクリップがついてるんですけど、まあ僕の場合ねこのクリップがちょっと当たった時にちょっとだけねここは痛いっていうのがあるんで、まあそれを考慮するとね、まあカベコペンシルスペシャルは別売りでクリップつけることできるんですけど、まあクリップないシャーペンということで、まあ僕に合うシャーペンということで、まあどっちか一つ決めろって言われたら僕はカベコペンシルスペシャルかなっていう、今のところはそんな感じですね。まあ野原工芸まだ買ったばっかりでね、愛着がまだそんなになんで、まあどんどんね2、3年ぐらい使っていったらどう変わってくるのかっていう感じですね。ということで前置きが長くなってしまったんですけど、今回はこの野原工芸のシャーペン木曽ヒノキとベニシタンをお手入れしていきます。これと、オイルとですね、今回こちらメガネ拭きのクロスを用意しました。もう僕実はねメガネかけてなくて、コンタクト生活続いててね、あのコンタクトになったんで、もうこのメガネ拭きもね使わないんで、まあ今回これでねメガネ拭きなんですけど、これでお手入れしていこうかなと思います。僕が今からやろうとしてることはね、このオイルをここにちょんちょんってつけて、それを薄く軽くね伸ばしていこうかなと思ってます。これね間違ってやり方だったらちょっと危ないんで、ぜひねこっちの方がいいですよみたいな、そういうのあればねぜひぜひコメント欄で教えてください。ちょっとだけねつけて、ちょっとこれを軽く伸ばしていく感じでちょっとやっていきます。頻度もねどれぐらいがいいかとかもあんまり分かってなくて、まあ月1か2ヶ月に1回ぐらいでやっていこうかなと思ってるんですけど、ちょっとだけねこうテカテカしてるの分かります？まあ今塗りたてなんでね若干ちょっとテカってますよね。触り心地としてはまあそんなにヌメッとはしてないって感じですね。本当に少量を薄く軽く伸ばしたって感じなんで、でもなんかすごい綺麗になった感じはありますよね。次にこのベニシタンもやっていきます。ね、2色買ったんですけど、実はねベニシタンの方がめちゃめちゃ気に入ってて、こう味のあるシャーペンでねめちゃめちゃかっこいいですよね、このベニシタン。まあ薄めのね木の色、この黄色めっちゃ好きなんですけど、まあ、この赤みのある木の色もなかなかいいですよね。はい、こんな感じで薄く伸ばしました。
これもねちょっとテカリがあっていい感じですね。なんか塗る前よりもちょっと一段とかっこよくなった感じしません？これね定期的にやるとシャーペンに愛着心も湧いてきてねいいんじゃないかなと思います。やっぱりねベニシタの方がちょっとだけヌメっとしてますね。こっち木曽ヒノキは本当にね木の材料っていうのもあるんですけどめちゃめちゃサラサラしてますね。はい、ということで今回は野原工芸のシャーペンをお手入れしていこうという動画でございました。本当にこの動画でね初めてやってみたんで何回も言ってるんですけど間違ってるとことかあればコメントで教えてください。まあ定期的にねこういう動画も撮っていければいいかなと思っています。最初よりねちょっとテカリが出てきていい感じですね。まあ野原工芸せっかく買ったんでね経年変化もこれから楽しんでいこうかなと思ってます。最後までご視聴ありがとうございました。それではねまた次回のもともと TV でお会いしましょう。